第8幕海賊退治。レフィアは港で船を借りて下界に行くのがいいって言ってたよな。誰か船を貸してくれる人がいるか町の人たちに聞いてみよっか。あんたら下界に行くのか。とんだ命知らずだな。船は貸せないが応援するぜ。ねえねえ、知ってる？港に海賊船が来てるんだって。かっこいい。何？船を貸せだ？船なんて貸したら漁に行けねえじゃねえか。船なんて誰も貸してくれそうにないじゃん。まあそりゃそうだよね。港町じゃ生活の糧だろうし。あ、そういやさっき誰か海賊船がどうのとか言ってなかったか。言ってたと思うけど、それがどうしたの？海賊退治して船をいただいちゃうってのはどうでしょう。そんなうまくいくかな。まあ戦わなくて済みそうならこっそりいただくだけって感じで、相手が海賊なら困る人もいないだろう。ちょっと心配だけど、あんまりもたもたしてるとあの漁師とか気持ち悪い金色仮面のやつに見つかっちゃうかもってのはあるのよね。ということで決まり。さあ港へ行こうぜ。なんかミラージュもいるっぽいんだけど。普通の港じゃないみたいね。気をつけていこう。なんだこれ。大砲？なんでこんなとこに。お、よっしゃ、来た。イエーイ。何今の。どうやらここの人たちの移動手段みたいなのです。そうなんだ。ちょっと、いきなりなんてなし。ちょっと待てよ。Let's go!
これでどう？決める！バトルだったな。勝利だね。マジで行くぜ。バシッと決めるよ。よっしゃ！実力通り！
し、行くよ。かかってきな。こんなもんだな。なんか不気味な音だな。何が？いやこう鳴らしてるとなんか出そうな。なんかって何？嫌がるの早っ。バシッと決めるよ。マジで行くぜ。
いで。そろそろ寒いところ飽きてきた。でもこれはランが考えた作戦なのです。そうだよ、そもそもこんなミラージュがいるところだなんて聞いてないし。まあ暖かいところより寒いところの方がダイエットにはいいって言うけど、なんでいいのかっていうとね。いや寒いのも悪くないな。さあ進もう進もう、どんどん進もう。いきなり？ないで。こんなもんだな。実力通り。
何？ちょっと！初飛行、飛んで楽しい、ハッハッハ。なんかめちゃくちゃだけど、まさかの五七五？出しちゃおっと。じゃあ始めるぜ。海賊船、確かにいかにもって感じね。
こっそり行くのです。ちょうだい。